フェラーリ F187 は、スクーデリアフェラーリが1987年の F1、世界選手権用に開発したフォーミュラワンカー。設計担当者は、グスタフ・ブルナーとジョン・バーナード。1988年の F1 世界選手権では、改良版の F187、88C が、使用された。F187 のベルガー社。 F187 は1987年にシーズン用のマシンとして完全に新設計された。設計者のブルナーはデザインを残してチームを離れ、フェラーリに新加入したジョン・バーナードが改良を施した。さらに、シーズン後半は、ハーベー・ポスルスウェイトがレース現場でのエンジニアリングを担当した。 V6 ターボエンジンのバンク角は前年までの120度から90度へと変更され、シリンダーブロックの材質もアルミ合金から中鉄に改められた。ポップオフバルブの装着義務化により、下級圧が4バールに制限されたが、予選では950馬力、決勝では880馬力を発生した。ディフューザーの形状を優先した結果、 ギアボックスも 312T シリーズ以来使用していた横置きから縦置きに変更された。車体は全体的に前年の F186 よりも低くなり、サイドポンツーンもコンパクトになっている。なお、ブルナーが移籍先のリアルで1988年に発表したアーク1は F187 によく似ており、青いフェラーリの異名を取った。F187 は シャシーナンバー95から101までの7台が製造された。また、シャシーナンバー101は1988年のメキシコ、カナダ、アメリカの各 GEP でスペアカーとして使用された。シャーシエンジン新開発のエンジンの信頼性が極めて低く、2台合わせて出走32回中19回のリタイアを喫した。 しかし、後半戦は熟成とともに成績が向上し、ラスト2戦は、ゲルハルトベルガーが連続ポールトゥウィンで締めくくった。最終戦は2位でゴールしたロータスのアイルトンセナが、失格となったため、ミケーレ・アルボレートが2位に繰り上がり、フェラーリのワンツーフィニッシュとなった。アルボレートがドライブする、F187、88C1.5 リッターターボ最終年を、 迎えた1988年、フェラーリは、ニューマシンを用意せず、F187 の改良版を投入した。この年から、ペダル類は、全車軸よりも後方に位置するという、フットボックス規定が導入されたが、1987年モデルを、継続的に使用する場合に限り、この規定が適用されなかった。テクニカルディレクターのバーナードは、翌年に向けて、 自然吸気 V12 エンジンとセミオートマチックギアボックスを搭載するテストカー639の開発に専念していた。ターボエンジンへの規制がより厳しくなり、下級圧が2.5バールに制限されたため、出力は予選では630馬力、決勝では620馬力に減少した。F187-88C は、 シャシーナンバー102から104までの3台が製造された。シャーシエンジンマクラーレンは新規格のシャシーに、ホンダ製、ターボエンジンを搭載する MP4、4を開発し、開幕戦から、破竹の連勝を続けた。フェラーリはマクラーレンに置き去られるだけでなく、ナエンジン車にポジションを脅かされることもあった。また、創水エンツォフェラーリの体調悪化によりチーム内が、 混乱し、主要技術者の離脱が相次いだ。苦闘の中で、地元イタリア GP では幸運が訪れた。首位を走行していたマクラーレンのセナが周回遅れと絡んでリタイアし、ベルガーとアルボレートがワンツーフィニッシュを果たした。前月に死去したエンツォへの飛ぶらいの勝利となり、またマクラーレンのシーズン16戦全勝を阻止する一勝にもなった。 スクーデリア・フェラーリ1947から199750年全記録ソニーマガジンズ1998年92ページハミルトン、モーリス、エド、オートコース1987から88ヘーゼルトン・パブリッシング、ピアニッシモ P ISBN、P226ISBN0 から90万5138から47からサニー ABC スクーデリア・フェラーリ1947から199750年全記録ソニーマガジンズ1998年91ページザ・セン・ b HP ・グランプリ・カーズ・ピアニッシモ P92AB ・ヘンリー・アラン・エイド・オートコース1988-89 ヘーゼルトンパブリッシングピアニッシモ p 51 ISBN 0から905138から57から0ありがとうございます